こんにちは。今日は Chromebook の特殊キーについて説明します。Chromebook には Windows のパソコンにはない特殊なキーがあります。このキーを使いこなすことで Chromebook を効率的に利用できます。ぜひ覚えて使っていきましょう。では、やっていきましょう。Chromebook の特殊キーについて Chromebook のキーボードは以下のようになっています。今回紹介する特殊キーはこちらのキーです。 機能の一覧はこのようになっています。では、順番に触ってみましょう。1、前のページ、画面に移動、戻る。2、次のページに移動、進む。もう一度やってみます。1、戻る。2、進む。3、現在の Web ページを再読み込み。こちらは、随時新たな情報が更新されるような、Web サイトの最新情報を確認したい場合に利用します。 4全画面表示の有効。無効もう一度やってみます。全画面表示の有効。無効 5. 現在開いているアプリの画面を一覧表示。これを押すと、現在開いているページの一覧を確認できます。指定するページを指定して、表示ができます。一覧を、表示、ページの選択。6.7. ディスプレイの明るさ調整。下げる。 上げる。8、9、10、音量の調整。サイレント。上げる。下げる。11、ロック画面を表示。12、ドロワー、アプリ一覧、表示、および非表示。以上です。お疲れ様でした。